レオン・ニコラ・ブリルアンは、フランス・セーブル生まれの物理学者。量子力学、大気中の電磁放射、固体物理学、情報理論などの分野に貢献した。オーストリアの物理学者、エルヴィン・シュレーディンガーが、著書、生命とは何かの中で、ネガティブエントロピーという概念を提唱したが、これを縮めて、ネゲントロピーと命名したことで知られる。 ブリルアンはフランスのパリにほど近いセーブルに生まれた。父のマルセル・ブリルアン、祖父のエルテール・マスカール、祖祖父のシャルル・ブリオもまた物理学者であった。1908年から1912年にかけてブリルアンは物理学をパリのフランス高等師範学校で学んだ。特に1911年から1912年の期間はジャンペランに指示した。その後、 ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンに移り、アルノルト・ゾンマーフェルトと共に、理論物理学の研究を行った。ブリルアンの到着する数ヶ月前、エレムでは、マックス・フォン・ラウェイによる結晶格子の X 線解説の実験が行われていた。1913年に、フランスには戻り、パリ大学で研究した。この年は、ニールス・ボアが、 水素原子の防ア模型に関する最初の論文を提出した年であった。1914年から1919 19年の第一次世界大戦の間ブリルアンは軍で働いた。戦争の終結を見てパリ大学へと戻りポール・ランジュバンと共に研究を続けた。1920年には学位を与えられた。ブリルアンの学位論文の審査員はランジュバン、マリキュリー。 ジャンペランが務め、研究テーマは、個体の量子理論であった。その学位論文では、個体中の原子振動の状態方程式を提案した。また、単色光の電波とおよびそれと音響波との相互作用、特に今日では、ブリルアン散乱と呼ばれる周波数変化を伴う光の散乱についても研究した。博士号を取得後、 ブリルアンは雑誌ジャーナルでフィジック・イル・ラジウムの科学漢字に就任した。1932年にはコレージュ・ド・フランスの物理学教室において副責任者を務めた。1926年、ブリルアンはグレゴール・エンツェル、ヘンリク・クラマースとは独立に、今日エンツェル・クラマース、ブリルアン禁止として知られる手法を開発した。1928年に、 アンリポ・アンカレ研究所が創設されると教授として理論物理学の部門長に任じられた。結晶中における電子波の伝搬に関する1930年の仕事ではブリルアンゾーンのコンセプトを導入した。またブリルアンは量子力学的な接動法を開発した。これは友人ウィグナーの手法によるものと同様に今日ブリルアンウィグナーの公式として知られるものに 帰着する。ゾンマーフェルトとの研究以来、ブリルアンノは分散関係を持つ、媒出中の電磁放射に興味を持ち先駆的な仕事を行っていたため、1939年8月には電波に関するスペシャリストとして、フランスの国営機関ラジオディフュージョンナシノールの機構長に就任したが、これは第二次世界大戦が開戦する1ヶ月前のことであった。 1940年にフランスは敗北し、彼は政府の一員として微信へと退り添いた。その半年後に退職し渡米した。1942年までブリルアンはウィスコンシン大学マディソン校の客員教授を務め、その後1943年までロードアイランドはプロビデンスのブラウン大学、次の2年間はコロンビア大学の防衛研究委員会で科学、研究員として、 レーダーの分野に取り組んだ。1947年から1949年までハーバード大学で応用数学の教授を務め、その後1952年から1954年にはニューヨーク州ポキプシーの IBM に勤務した。この時、コロンビア大学のトーマス・ j ワトソン研究所のメンバーとしても働いた。 1954年にはコロンビア大学の非常勤教授となった。その後1969年に亡くなるまでニューヨークで生活した。妻マルシェルは1986年に亡くなった。ブリルアンはブリルアンゾーンの概念を発見し、個体物理学の礎を築いた。また、情報理論を物理学とコンピュータの設計の問題に適用し、 エントロピーと情報の類似性を指摘するために、ネゲントロピーの概念を作り出した。ブリルアンは、マックスウェルの悪魔として知られる問題の解についても、述べている。著書リラティビティリエグザミンドにおいて彼は、相対性理論の痛ましくも完全な再検討が、今絶対的に必要であると述べた。ありがとうございます。